中年オタッキーです。すいません。動画を編集する時間もない上に、今日のね、動画はね、ここにいますけど、ニコンの D100 をね、紹介する動画にしていこうと思ってたんですよ。で、このニコンの D100 とね、無謀にもね、この EOS 5D Mark III を比較する動画にする予定だったんです。それなんですけども、これ一応ね、EOS 5D Mark III お客さんの写真を撮るカメラでして、メモリーカードね、自分用に入れ替えたりいろいろやってたら、その自分用のメモリーカードがどっか行っちゃってなくなっちゃったんですよね。で、時間もない、編集する時間もない上にデータもなくなっちゃって、ちょっと探さなきゃいけないんで、もしね、すぐにカードが出てきたら、明日にもね、アップする可能性もありますけど、ちょっと今日はね、報告することもね、溜まってきてますんで、報告することとお知らせすること、お知らせですね。溜まってきてますんで、ちょっとそっちの動画にしていこうと思います。あとね、カメラプレゼント、締め切りを過ぎまして、動画焦って作ってるのは、このカメラプレゼントの、その抽選をね、いつまでも、待たせるわけにもいかないということで、今から抽選やります。今回ね、21名の方から応募がありました。このね、袋の中に、エントリー番号が入っております。で、エントリーナンバーね、俺エントリーナンバー来てないよって、今言ってももう遅いですよ。前の動画をしっかり見ていただければ、前の動画から見ていただければわかります。アンサーバックをしてない方は、残念ながら、失格ということになりますのでね。こいつでいこう。さあ、何番でしょう。これは悪い番号が出ましたね。見えるかな。13番。31はいないからね。13番の方が当選いたしました。おめでとうございます。13番の方はね、ちょっと時間ができましたら DM を送らせていただきます。で、送り先とかをね、確認しまして、発送させていただきますんで、しばらくお待ちくださいませ。今日はじゃあちょっとね、紹介とか報告の、動画にさせていただきます。それではスタートしていきます。はい、何から紹介していこうかな。まずはですね、僕がね、そのいろいろカメラ紹介してます。まあ、ヤフーオークションとかでね、手に入れることも多いんですけど、骨董品屋さんで結構買ってます。ハードオフとかでも買ってますけどね。で、骨董品屋さん、行きつけの骨董品屋さんがね、すごくいい感じっていうかな、掘り出し物がね、掘り出せるようなお店なんでね、ちょっと紹介していきます。ちょっと画像をご覧ください。今紹介したのはね、徳島県なんですよね。徳島県のね、吉野川市になるかな、昔で言うところの鴨島町、にある骨董品屋さんです。場所はね、JR、徳島線の、鴨島駅を降りて徒歩1分です。駅前のね、ロータリーの中にあります。もうね、改札を出てね、真正面を見たらね、見えてくると思います、この店で。まあね、そこでね、メインはね、アンティークな、その飾りにするようなね、蛇腹のカメラとか、そんなんなんですけども、結構な頻度でね、ガラクタカメラみたいなやつがね、段ボールにまとまって入ってきてます。で、その中からね、救出したカメラが結構いるんですよ。まあ今もね、持ってるんですけど、もう写真撮ってますけどね、両方写真撮ってますけど、これね、これガラクタの中に入ってたんですよ。これもね。で、もうこれなんかね、もう取り出した瞬間にね、
あれシャッター切れるし赤ベロ OK だしね、赤ベロって言ってね、みんなわかるかな、こいつは写真撮れない時にね、赤いベロがね、ファインダーの中に出てくるんですよ。で、これがね、出るかどうかでね、オリンパスペンっていうのはね、状態がわかるんですけど、もう当たりも全然ないしね、何の問題もない。まあ、モルトは腐ってたんで張り替えましたけど、まあ、こんなカメラがね、ガラクタのボックスの中に放り込んであるんですよ。で、たまにね、その壊れたカメラとかタダでもらえるしね、結構ね、利用してるね、骨董品屋さんになります。こちらね、一応ね、動画で紹介するよって言ったら、じゃあ宣伝しとけっていうふうに言われましたんで、宣伝しといてみたいな感じで言われてまして。定休日が月曜日と火曜日で、で、営業時間が朝10時から夕方4時までです。もしね、ご近所の方いましたら、ぜひ訪問してください。もうね、結構な頻度で、ジャンクカメラがいっぱい入ってきてね、見るだけでも楽しいです。で、見に行ったら大体コーヒーが出てきます。それだけでもお得です。続きまして、紹介するのが、これですね。これね、フィルムカメラスタイルっていう雑誌です。僕もね、この間、この休みの日にね、本屋さんで初めて発見したんですよ。で、一応編集部さんの方に電話したらね、表紙はもうバンバン出してくれということで、まあ、ほっかりこういう裏表紙ですけど、今回の特集がね、一眼レフの名機で撮るって言ってね、この辺のカメラでね、写真を登録を。でね、ちょっとだけね、ほんの1ページだけちょっと、中身を出させてもらおうかな。ね、今回の企画、これもう見応えありますよ、めちゃくちゃ。これね、おすすめフィルム10種類による写真レビュー、これ興味あるでしょね。フィルム写真をやってる方なら絶対興味あると思うんですよ。フィルムって使ってみないと調子とか分かんないんで、まあ、いろんな人が撮ってるのを見て調子を見るっていうのもあるけど、やっぱ自分が使ってみてっていうのが一番正確なんですけど、これやっぱ本なんでね、じっくり見れるんでね、おーなるほどなるほどって感じなんですよね。このカメラでこのレンズで撮ったらこの調子なのかみたいな、そんなのがはっきり分かります。で、これ非常におすすめの本、これボリューム4、これいつから売ってんだろうな、いつから売ってるの、編集部に聞くの忘れちゃったな、いつから売ってるのか分かんないんですけど、これ非常にちょっと高めの1600円、まあ今本で1600円って普通かな、1600円、もしね、気になる方、これ別に僕宣伝してもいい、お金1円ももらってませんけど、フィルム写真をね、これ推進するっていうね、僕の趣旨に非常に合ってる、本なんでね、もう購入して絶対紹介しようと思って購入しました。まあこんな感じで紹介することはもうこんな感じなんですけど、あとね、報告することがあります。ちょっと現段階でちょっと報告していいかどうかはっきり分かんないですけどね、2名の方というよりも2つの企業から、ちょっと協力したいというお申し出が出ております、私にね。どちらもね、そのフィルム関係の方をやっておられる方で、ちょっとまあ話が進んでいってね、ちゃんと許可取って体制ができたら、動画でもね紹介していくことになると思うんですけど、僕の動画をね作る際に、その非常にね有力な、なんていうんですか、ネタになる、のがありますよと、で協力させてほしいというお申し出があって、一つはまあ両方もね一応開拓して、もう一つはすでにちょっと動き出してます。で、これ今後紹介していくことになると思うんですけども、結構ね嬉しいね、もうたったねチャンネル登録者数1000人ちょっとのね、僕の動画にね賛同していただいてね、ちょっと協力を申し出、いただく方がね出てきているってことをね大変喜んでおります。で、どっちかというと僕にとってはコスト増になっていく可能性が高いものなんですけども、動画の中身がねかなり濃くなっていくものになっていくと思いますんでね、で片一方の方はもうねちょっとこの内容でいくと、デジタル写真がなんぼのもんじゃいっていうのが作れそうかなっていう、で将来的にはねそれをどんどん広めていきたいなって、まあ内容はねそのうち分かってきますけど、ただ僕の動画を見てる人はねものすごくそのリピーター率が高いんですよね。これ全部ね YouTube のねソフト
アプリケーションで出てくるんですけど、チャンネル登録者数の再生率というのも4割超え来てます。でさらにそのページに入ってくるねその経路っていうのを見ると、あの僕のハンドルネーム中年オタッキーという名前を検索して入ってきてる人がいるんで、チャンネル登録をしないまでも僕の名前を検索して入ってきてるんだなっていうのがよくわかります。だから半分ぐらい、再生回数の半分ぐらいがね多分ね、あのいわゆるあの固定の視聴者になってくると、本当にありがとう、本当にありがたいことです。賛同されている方がね繰り返し見てくれているっていうのがね、とても非常に本当に嬉しく思います。で、あの今後ね、協力してくださる方もね現れてきましたし、もっとねもっともっと頑張ってね、あのフィルム写真をね広げていきたいなと。まあもちろんデジタルもね続けていきます。デジタル写真である程度ね腕をつけてからねフィルム写真に行く方も当然おられますし、まあそのままデジタルでも別にいいんですけども、あのできればフィルム写真をやっていただきたいですけど、ね、で、あのそれの足がかりになることをねいろいろ考えてやっていこうと思います。実はね1ヶ月ぐらい前まではそろそろねネタが尽きてきたなってチラッと思ってたんですけど、もうここに来てやりたいことがドーンと膨らんでます。何年でも続けれるかも、突然やめ終わっちゃったりしてまあ今日の動画はね、まあ写真ネタとかね全然なかったんで報告事項になりますけども、鴨島町のね骨董屋さんはね、とてもいい人がやってるところでね、カメラもね、安く買えたりします。交渉次第だし、馴染みの客になるとね、交渉もしやすくなりますんで、近くの方はぜひ行ってみたらと思います。だと、あと、観光でね、徳島県に来た方もね、駅前なんで、もしお立ち寄りできればね、青春18切符とかの時期にね、行っていただければ、青春18切符って普通列車だったら何遍でも乗り降りできると思いますんで、あれ春休みとか夏休みに売られる切符なんかな。ほんで関西方面からだと、南海電車、南海電車を利用して南海フェリーを使えば確か2000円で徳島県に来れるはずです。だから鴨島駅まではバスと電車を含めても片道3000円ぐらいで大阪の中心部梅田ちゃうわ、難波から来れます。大阪に在住の方もね、ちょっと暇があったら行ってみようっていう方がいれば、ぜひね、YouTube の動画で紹介されてたよっていうふうにね、ご来店される方は言ってください。僕の励みになります。0-0-0の可能性が高いから。まあ、今日の動画は、そんな感じになります。ニコン D100 の、動画、すぐ作れればよかったんですけど、ニコン D100 の次はね、ほら昭和23年発売の、オリンパス35の動画になるか、それともペンタックスのコンパクトフィルムカメラの話になるか、 SPO130 だったかな、こちらも現像が上がってきております。ちょっと内容的には混沌としてますけど、ネタがたくさんありすぎてちょっと困ってる状況です。カメラがどんどん入ってきてるし、んで富士フィルムさんがねネオパンアクロスをね、再販するというよりはニューモデルになって出てくるっぽいですね。で、ニューモデルになって出てくるんですけど、旧モデルとどう差があるのかっていうのをやろうと思ってます。今度でなんかね、アクロス、以前のアクロスは実はね、ちょっと難聴であんま好きな調子じゃなかったんですよ。で、増感とかしたりしてね、わざと調子を荒くしたり、好調にしたりしてたんですけど、今度のはね、ちょっとハイコントラストになるらしいですね。で、カメラをたくさん持ってるという特権を利用して、ちょうど初代キャノネットがね、全部で4台持ってるんですよ。で、全部で4台持ってて、館長は1台なんですけどね。館長は1台なんですけど、もう1台館長にして、2台で、新旧のアクロスの取り比べという企画もやっていこうと思います。これ、いつ再販になるのかな ?10 月ぐらいなのかな、ちょっとそれは再販になってからですけどね。実はね、今、館長にするために、分解の練習用にね、これ部品取り機なんですけど、こんな状態のやつ、これね、これシャッターは切れるんですけど、
シャッター速度のね、なんていうんですか、ダイヤルがおかしくなってシャッター速度が変更できなくなっちゃってるんで、もう部品取りになってるんですけどね。シャッター切れるんですけど、ちょっともったいないかなって。これも直るかな、直すかな。まあ4台あって、初期が1台、初期後期2台、後期1台、という、大量にキャノネット、なんか5台セットとかね、カメラ5台セットとか落札してたら知らん間に増えちゃって、まあこんな状態になってるんですけど、ちょっと分解の練習をしてね、ほんで、それから、本格的に修理に入っていこうとか、そんな感じも思ってます。まあ、分解してね、修理する動画とかもね、上げれればいいんですけどね、これ一人でやるの、これスマートフォンで撮ってるんで難しいんですよね。カメラこうで、で、車の中でやってるじゃないですか。ちょっとね、その分解とかモルトの張り替えの作業で録画するのが非常に難しいんでね、なんとかならないかなとは思ってるんですけども、ちょっとそういう要望もありましたしね、おいおいちょっと考えてそれはやっていきます。今日の動画は、この辺で。次の動画は、もしかしたら、明日の夜にはアップするかもしれませんけど、SD カードどこ行ったのかな、車の中ぐちゃぐちゃなんでね、もう家以上、もう本当にね、1週間のうち6日はここにいますんで、もうぐちゃぐちゃになってるんで探すのが大変なんですけど、どうしても出てこないんだな。まあ、出てきて、編集する時間がありましたら、もしかしたら明日にアップするかもしれません。今日はこの辺で。また、もしね、よかったら、いいねボタン、励みになりますんで押してください。で、チャンネル登録まだの方、今後ね、なんか、どんどん勢いよく、動画の方向性が変わっていきそうな気もしますんで、ぜひぜひチャンネル登録でね、経過を見守っていただければと思います。では、また、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。明日会えればいいな。そんな感じです。それでは。